ここはとある離れ小島の韓国、名前の代わり付けられた番号、もう片時でもできない安息。なあ俺たちこの先どうなんの。平和な日々が懐かしい、外の世界のやつが羨ましい。そういえばこれは聞いた話、一人脱獄成功したらしい。何？途端に希望が湧いてきた。後に続くなら今が最適だ。よし行こうぜ。行こう行こう行こう、うん、合点処置行こうよ。ここはとある離れ小島の韓国、俺ら超厳しい看守が参上、もう片時でもさせない安息。投獄された奴は許さんぞ。平和な暮らしとかバカバカしい、あいつらの夢など叶わない。だがしかしこれは聞いた話、一人に脱獄されちまったらしい。何？なおさら危機感湧いてきた。見回りを強化していくべきだ。異常なし、はいこちらも OK。 異常なし、はいこちらも OK。 異常なし、こっちの方も OK。 うん、異常なし、なんとこっちも OK。 いや異常なし。クソ、結構できずに時が過ぎる。見回りがちょっと厳重すぎる。もう準備ならば十分だろう。なるほど、なら成果を見せ合おう。このスプーンで壁を掘る、看守の見回りの時間を読む、夜食のポテチが幅を取る、うん困る食べ過ぎて太るって。何これ、いらないよね。真剣に考えて空気読め。じゃあしっかり看守に媚びを売る。そうだ、毛布もある、寒けりゃ包む。いいね。アイマスクで昼でも夢うつつ、スイッチスマブラで暇つぶす。そこ必要ない、全く必要ない。てか何で持ってんの、すごくない。完全に相棒間違えた。この瞬間に俺はサジ投げた。なんで無駄にすごいもの持ってんの。だったら鍵でも見つけてよ。いやあるけど。あんのかよ。まあそうと決まりゃ早速出発。安心しろ、ゴールはもうすぐさ。ねてか、なんで持ってんの。ん、いやいやだから、なんでそんな。はいこちら OK。 異常なし、はいこちらも OK。 みんないい子にしてますな。いや集中力だけは切れさすな。囚人たちは油断ならない。脱獄者を見つけりゃ容赦はない。まず正座で説教の時間だ。そこに敷くクッションは低反発。五右衛門風呂に入れて拷問。水温は41度ちょうど。いやお前なんか優しくない。言うこと聞かないなら電気椅子。そう電気製のマッサージ椅子。当然質素な飯もなしだ。代わりにやるのはフォアグラキャビア。いやだから優しすぎるだろ。なんで俺より待遇いいんだよ。本当に気をつけろ、油断大敵。奴らいつ動くか分かんないぜ。一瞬たりとも気を抜かず、脱獄者がいれば襟をつかむ。おい何してるんだこんなとこで。いやちょっとトイレに行くとこで。そりゃ失礼、トイレはすぐそこで。こりゃ悪いね、ご苦労、また追って。いや脱獄犯だろ、おい戻れ。くそ、こんなところで見つかるとは。ふ、逃げられると思うなよ。捕まえたぞ。残念だけどここまでかも。この後厳しい取り調べ。まあせいぜい取り乱せ。いや俺だってもう限界だ。そもそも俺たち冤罪だ。一方的に決めつける会話、本当もうやめてくれないか。何を言うかこの囚人め、純徳と可愛がってやれ。Yeah. 可愛がりの意味が違う。監視長、お言葉ですが、こいつらの言葉は無視ですか。俺はずっと胸が痛かった。でも何一つできなかった。できたらポテチを差し入れたり、毛布やアイマスク、あとは鍵、スイッチにスマブラで遊んだりとかしてやりたかった。いやお前やってんな。そうこうしてもいい時間、そろそろ脱獄もバレるんじゃん。そうなると俺らにも責任が。クソ、俺を脅す気だなみんな。考えて安月給のあなた、上司からはモラハラにパワハラ、言うこと聞かない部下との狭間。うん、お前が言うなマジで腹立つ。鍵は手の中、逃げれる今なら過去にさよなら。スタコラさっさ、手なら貸すから。気の身気のまま、窮屈な毎日におさらば。よっしゃ逃げるか。 OK 出口へまっしぐら。おいもう追手が来てるぞ。しくしょう、こんなところで捕まってたまるか。捕まえるんならこいつにしてくれ。そうそう俺に。っておい、
さあいよいよここが最後のドア、自由な世界はもうすぐそこだ。よくやったな、一皮むけた。お前部下だろ、言葉に気をつけな。オープン。何？抜け出したと思ったその矢先、さらにある壁がものすごい高い。あー、スマブラすら役に立たない。気がついたの今かよ、遅くない？他に出口ならないな。後ろの足音は追ってたちだ。なんてこった八方塞がりだ。もうおしまいだ。いや、諦めるのはまだ早いぜ。だけどもう方法がないぜ。俺たちだけでは無理だろ。それなら助けを探し出そう。どこにいるんだ助けなんて。いや、君たち希望を捨てないで。だってなんだかこの周辺、助っ人の匂いがするぜ。どこだどこだどこだ、いた。さあ画面の向こう、力を貸して。俺たちもう絶対絶命、欲しいな君たちの助け舟。歓声で高く飛ばしてくれ、やることは簡単さ、ついてきてくれ。 Yeah と言ったら Yeah と返す、 Ho と言ったら Ho と返す。準備いいかい？画面の向こう、さあ全員で行くぞ。 Yeah oh yeah おかげさまで脱獄成功。お礼にいいとこへ連れて行こう。こっからが俺らの見せ所。そう、集まった4人の男、時に囚人時に監視、俺らの武器はいつだってダンス。知ってくれてるやつはサンキュー。 BFQ Yes we are Blue Flap Cadet。 で見せ所って何をします？オンラインなら何だって叶う。ダンサーのスキルを見せてやる。ふっふっふ、これが次の企画、 TALK トーク。トークかよ。 BFQ ダンスダンスセンテンス、まだまだ続くよ。